こんにちは、皆様。今回、トライソのご紹介ウェビナーをご参加いただき、誠にありがとうございます。私は、ガルシア・アルバドと申します。よろしくお願い申し上げます。本日は、トライソの開発した動機、トライソのご利用しているテクノロジーじゃ、トライソのアーキテクチャをご利用した開発の簡単なご紹介、 および開発例もご説明させていただきたいと思います。ウェビナーツールにはいつでも入力できる質問ボックスがありますので、ご質問がございましたらご入力させて、ウェビナーの最後に質疑応答が行われます。このウェビナーは1週間ごろ後で弊社のサイトで公式リリースさせていただきます。まずはトラデックスの自己紹介をさせていただきます。 トラデックスはスイスの産業用アームシステムモジュールメーカーでございます。さな開発され高い信頼性15年以上の長期可用性製品のご提供して技術、ノウハウ、設計と開発参考書もご提供していただけます。トラデックスの製品は数台から数万台までの産業用向けのアプリケーションでございます。例えると工場自動化 医療系または測定などのソリューションのに採用させていただいておりますシステムモジュール自体は SOC の近くような設計のあまりカスタマイズ機能性の追加するの,のは楽になります同じファミリーの中でピン互換性がありますので高い信頼性を妥協せずに同じ設計に基づく複数の種類 を迅速開発したり、ハードウェアとソフトウェアの開発時間と開発費を削減したりすることができます。トラデックスは製品ファミリーを3つをご提供しております。同じファミリーの他のモジュールの間でピン互換性がありますし、同じプラットフォームに基づいて簡単にアップグレードおよび再設計を採用していただけます。 コリブリというファミリーは15年以上前からご提供されています。消費、電力が少ないローエンドファミリーのソリューションをご対象して、コリブリは弊社の債務を設計しているファミリーでございます。次はハイエンドのアパリスというファミリーでございます。PCI Express や Gigabit サンネットなどの高速インターフェースを備えた債も強力な モジュールでございます最後に最近リリースされたバーディンというファミリーをご提供しておりますアパリスとコリビリを設計した経験の生かし新しい未来志向のローミドエンドファミリーを開発いたしました弊社のポートフォリオに NXP i.mx6 i.mx7 i.mx8 ファミリーおよびエンビディアのテーラーファミリーの 製品が含ままれています現在、新しい NXPi.MX8X プラスを備えるバーディングモジュールを開発しております。現在、モジュール用のソフトウェア製品のさまざまなオプションでご提供しております。t ラ r i z o の開発スタート機を明確させるため、弊社のソフトウェアの歴史を少し説明させてください。 まず、えー、2003年に最初のモジュールで Tradex は WinC Windows Embedded Compact PSP を開発いたしました。現在までモジュールによって異なる WinC バージョンをご提供することで開発を続けておりました。ただしもうそろそろマイクロソフトから WinC サポートが終了となります。そして弊社は WinC のお客様どうなるのか WinC から Linux に移動したら困らないのかと考えており WinC ユーザーが簡単に移動できるソリューションを提供したいと考えておりました2011年に g o c t プロジェクトを基づいて独自の PayTravex、hey, は独自の LinuxBSP を開発いたしました WinC ならお客様がオペラーティングシステムをそのままご利用して その上に変更と機能性を追加してご利用していただけます。しかし、組み込み Linux なら、オープンソースをもとに、すべてのコンポーネントを変更することができます。LinuxPSP について、ブートローダー、カーネル、ハードウェアドライバー、およびアプリケーションレベルで、リファレンスガイドをご提供することにより、ソースコードを変更していただけます。自分のニーズに適用させる と考えておりますなるべくユーザーに独自の付加価値を追加したり独自のソリューションを開発したりさせることに出資したかったのでソフトウェアとハードウェアリソースとリフェランスガイドをご提供していろいろな統合ガイドも投稿いたしました玉頭をもとにこのカスタマイズ段階をご提供しております皆様 続く前にご協力をお願い申し上げます。恐れ入りますが、ジョクトルプロジェクトの経験を教えていただけますかもうしばらくアンケートをご提供いたします。はい。ご回答お願い申し上げます。はい、回答が出てきます。あと数秒お願いします。はい、5秒。はい。 回答はこんな感じだと思いますねバラバラなんですけど、まあ、えっ、ー、とね、ジョクトがご利用した方がいらっしゃっているだと思いますが、まあ、どっちでもご説明させていただきます。はい。はい、ジョクトプロジェクトは、組み込み Linux ベースシステムの迅速で反復可能な 開発をすするビル,ドでビルド環境でございますレイヤーとレシピのシステムを介して、ュサは目標、システムをチェックできるバイナリパッケージとパッケージイメージをビルドすることができます。ヨクトプロジェクトですべてのソフトウェア部品の変更したり、調整したり、追加したり、削除,削除したりすることができます。 強力なカスタマイズ・ビルド環境だと思います。ただし、極度プロジェクトの開発プロセスは面倒で困難,な困難だと思います。海外では、急な学習急苦戦とよく言われてます。何か急な学習曲苦線があるというのは、理解して使いこなすが難しく、時間がかかることを意味となります。 ソラデックスは早速にハードウェアを評価させるためリファランスイメージをご提供することで役に立ちますが結局ユーザーはよくと環境で独自の変更を開発して実装する必要がありましたさらに ARM 用のソースコードをコンパイルしたいの方は SDK を準備するか別々のクロスコンパイラー環境を用意して開発パソコンでコンパイルしてから モジュールに書き込むする必要がありました。初心者、特に今まで Linux をご利用したことがない方には非常に複雑展開だと考えております。ユーザーに独自のアプリケーションの開発と付加価値を追加することにー世にさせるようにしたいと考えておりましたので TraDex は Traison を開発いたしました。早速ですが、 トラデックスの新しい使いやすい産業用 Linux ソフトウェアプラットフォーム t ライ i ン」o n というをご紹介させていただきたいと思います。トラ ison はセキュリティじゃ信頼性よに妥協せずにアプリケーション開発のスピードアップと観測をするソフトウェアプラットフォームでございます。組み込みシステム開発の15年以上の経験を生かし、トラデックスはトライゾンのご,ご提供にすることで ジューサが定義レベルのカスタマイズに長い時間を無駄にしなくて、早速にソリューションの独自の付加価値の開発に取り込んでいただきたいと考えております。t ラ r i ン o n はソフトウェアプラットフォームでございます。つまり t ラ r i ン o n にはいくつかの異なるコンポーネントが含まれております。t ラ r i ン o n はオペラティングシステムレベルだけではなく、 開発環境をご利用している IDE プラグインや OTA サービスなども含まれています。こちらでは t r イ z o n の全体像をご覧いただけます。真ん中にモジュールに搭載される Linux オペラティングシステム t r イ z o n Core というがございます。次にすでに開発された イメージ l プラスツールトラベ n d o w s ンストーランがございます。右側では Linux または Windows 開発マシンがございます。t ラ r a y z n は Linux 開発に移動する WinC13 に楽にする方法とみなすことだから t ラ r a y z n は Windows 環境でも開発は可能でございます。トライ a ンはアプリケーションの開発にす。 Linux 特に Travex は Tryson のアプリケーションの開発向け Visual Studio と Visual Studio Code の C、C++、Python および .NET Core プラグインを開発いたしました。プラグインはモジュールへの接続を処理してご規模の言語でアプリケーションをコンパイルしてモジュールにデプロイいたします。 次に、クラウドとして示さ,せれ,示されていて、トライザは OTA サービス、えー、OTA サーバーを接続することができます。トライザは、大量やリモートアクセスのために、トラディションモジュールを簡単にご利用できるようにする、トラディス OTA と呼ばれる OTA サービスもご提供しております。TradexOTA は遠隔地で搭載された製品や復習のデバイスなど多日の管理場所からリモート更新と管理するのに有用を目指しております。最後に、クラウドと全体像の右側、えー、左側にどカか関連のところがございます。 後で詳しくご説明させていただきますがこちらではどっか開発がトライゾンと大きく関連があるし JUSA ーーはロカルとリモートの両方どっかイメージを対応して操作できることに示しております全体症の明るい確認,確認したところでトライゾンコアとどっかの対応を詳しく見てみましょう トライゾンコアは Tradex モジュールに搭載され,される Linux ディストリビューションとなります。リョクトプロジェクトでビルドされていますが、トライゾンに統合されている必要なテクノロジーが含まれています。トライゾンコアは最初のベースシステムでメモリフォットプリントが少ない Linux マイクロプラットフォームに 基づいております。t ラ r i ン o n Core はオープンソースだから条件に応じてご自由に調整していただきます。なお、t ラ r i ン o n Core の最大のメリットはどっかランタイムバイナリーが含まれていることです。ソフトウェアコンテナはシステムの他の部分に影響を与えることなく 簡単に更新など自己完結型アプリケーションの追加および実行することができます次コンテナとは何でしょうか改めてご協力お願い申し上げます恐れ入りますが今回 d o c とソフトウェアコンテナのアンケートのため、えー、知識どう教えていただけますかすいませんがご協力お願い申し上げます ご回答が出て出てきます。あと10秒お願いします。はい。あと3秒。オッケー。はい、ありがとうございます。はい、そろそろあんまり使わなかったですよね。はい、どうもありがとうございます。じゃそろそろ。 コンテナの利点と、えー、少し説明させていただきます。コンテナは、えー、コンテナには本物のコンテナはソフトウェアベースのコンテナの良い実例だと思います。標準化された方法で他の製品をまとめて運ぶ機密で正確なボックスでございます。ソフトウェアの世界に 当てはまればコンテナはソフトウェアコンポーネントをまとめている標準化標準的なソフトウェアだと思いますコンテナは標準的な機能性を追加したり調整したりすること,がすることもできますコンテナの中で何でもが入っていればコンテナが対応可能のシステムの間にコンテナの内容が 構わずインストールとディプロイは楽になります。そしてコンテーナーはお互いに分離されております。独自のソフトウェア、ライブラリ及び設定ファイルをバンドルして他日のオペラティングシステムとカーネルによって実行されているから仮想マシンより少ないリソースをご利用しております。 そして Docker は各コンテナが接続できるハードウェアインターフェースの許可を制限したり、コンテナの中でご利用される線上、ネットワークを設定してアクセスしたり、コンテナにメモリ制限も設定したりすることもできます。コンテナは GitHub のような Docker ハーブを介して、 簡単にコンテナを開始してアップグレードしてデプロイすることもできます。ただロカルのみ保持したい場合も独自のロカルドカーレジストリもご利用していただけます。欠点ではコンテナの管理のため必要なオーバーヘイドが増えているのでコンテナは元のソフトウェアと比べて もう少しメモリが書かれていると思います。また仮想マシンに比べて、隔離と仮想化が少ないと考えております。最初はどうかは階層マシンに似ていると考えているかもしれません。ただし、どうかはホストのオペラーティングシステムとカーネルを複製せずにアプリケーションの軸をするので、仮想マシン は公的なにオペラティングシステムの全体を複数しております。仮想マシンは完全の完全な過小化をご利用しておりますが、コンテナは分離しながら下のオペラティングシステムをご利用しております。下側のオペラティングシステムでご利用できないものはコンテナでも実行することができません。例えると、 Windows w o n w s コンテナは Linux で実行できませんが Windows 仮称マシンなら Linux で Linux アプリケーションで実行することができます別の例ですが同じアプリケーションを周回実行,実行したい場合に仮称マシンではバイナリーハーパーイバイスは全てのリソースを再作しなければならなくて 個別の必必要要なコンンポネントを割り当てる必要がございますただしコンテーナの場合ほとんどのリソースを採択する必要がございませんどっかはキャッシュしたイメージをご利用して過剰なリソースをご利用しないから並列コンテーナを同時に実行する最適化されていると思います。 トライゾンコアは基本的に JOCT プロジェクトで作られておりますがトライゾンをご利用したアプリケーション開発は従来の JOCT アプローチと異なります右あ左側に従来 JOCT アプローチを参考して右側にトライゾンのご利用の上評価とアプリケーション開発の展開をご説明させていただきたいと思いますまずはどちらのアプローチでも トラベックスイージーインストーラーを介してイメージをインストールしてそのままご利用していただけます。極とアプローチの場合レファランス、トラデックス、レファランスイメージをインストールしていただけます。トライゾンの場合、トライゾンコアをインストールしていただきます。ただし、イメージをインストール,をインストールしたら、極度のアプローチなら、イメージにすでに追加された されているアプリケーションしか簡単にご利用しないと思います。他の評価用アプリ,アプリケーションや独自のテストアプリケーションを実行したい場合は、リョク t で追加する、またはリョク t の SDK を使用して、ソースコードをコンパイルして、モジュールに書き込む必要がございます。しかし、トライゾンとトライゾンコアをご利用すれば、 JUSA は機能性を簡単に追加したり、すでに開発したコンテナをご利用してアプリケーションを評価することができます。j u s ーはアプリケーションをそのままご利用できるケースもございますが、ハードウェアとハードウェアに違うところがあったら、モジュールで調整することもできます。コンテナがすでに開発された場合に、 どこでコンテナを他のモジュールにも簡単にインストールすることができます。次にすでにアプリケーションの開発したら追加されていない依存関係を追加しない場合はどうなるでしょうか。ジョブとのアプローチなら依存関係をまとめて追加するまたは別々,別々に依存関係をコンパイルしてモジュールに 書き込むことです。どちらの場合最終イメージに直途で追加する必要がございますしかしトりあえずそのご利用したら現在開発中のコンテナを簡単に調整して必要な依存関係を追加することができます最良のケースでは必要な依存関係はアクセスできるフィードフィードに既に追加されていますが 依存関係を追加していなければコンテナの中でもビルドすることができます依存関係をビルドすることができます開発はもう完了もう終了したらここまで GOCT をご利用したご利用しなかったどちらでも GOCT でバイナリーイメージを作成する必要がございますアプリケーションと他の必要な ソフトウェアコンポーネントをまとめて数時間かかるイメージをビルドしていただきます。最終にイメージをモジュールにフラッシュしていただきます。しかし、t r イ z o n では t r イ z o n Core ビルダーツールをご利用していただきます。この t r イ z o n Core ビルダーツールは既にイメージをでに t r ト z o n Core のイメージをコンテイナーとビルダーバンドルして でーーーーで利用できるイメージが作られます最後に、復習の依存関係をご利用されるアプリケーション、または復習のアプリケーションでご利用される依存関係をアップグレードしたい場合はどうなるでしょうか互換性がない、互換性がない機能性を削除するじゃ 影響されているもの,ものを更新するか、どちらでも困ると思います。ただし、トライソンコアをご利用したら、コンテナがお互いに独立しているから、コンテナを更新し,てしたり更新してもあの、変更しても、他のコンテナに影響を与えられません。要するに、 や変更などがございましたら左側のアプローチでは極東をある程度通す必要がございますただしトライゾンではユー,ーがアプリケーション開発には極東をご利用する必要,必要性を排除したいと考えておりますトライゾンは問題の根源を立っております アプリケーション開発は極度から離れてユーザーは同化コンテナを備えた最小限のトライソンコアイメージをご利用してご希望のコンテナを早速に開発していただけます。またコンテナは自己完結型だから必要なソフトウェアはコンテナ内でまとめて他のコンテナが全く離れています。 これからドライゾンの実際な例を教え教えさせていただきます。今回はコリブリー IMX8X のモデルをご利用いたします。コリブリ IMX8XIMX8X は NXPi.MMX8X q コアドプラスを搭載してメモリは2ガ2ギガビットで Wi-Fi と Bluetooth のチップも搭載されております。 まずは d e b i a n コンテイナ a i メージがございます。t ラ r a d e x は d e b i a n ベースのコンテイナーイメージをご提供しております。d e b i a n コンテイナ a i メージを基づいて自分のコンテイナーが作られます。じゃあ、こちらから、あの接続しているのモジュールをのシリアルコンソールを接続いたします。はい。じゃあ、こちら。 こちらにモジュールを接続する c ルコンソールでございます。こちらからどうか経由でコンテナをダウンロードして実行することができます。それではどうかコンテナを実行してみましょう。おごめんなさい。 初めて実行するとき、どうかは DockerHub からコンテナのイメージをダウンロードします。こちらにすでにダウンロード、このモジュールにすでにダウンロードしましたので、そのまま実行することができます。特に、セル、ユーザーが変更されていることにご,ご,、えー、ご注意ください。これから Devian の機能性をご利用していただけます。 アップデートのコマンドを行っております。はい、特に Debian のフィードを接続してアップデートいたします。今回、Colibri MX8 Excel は a m 6 4 j o n ビットだから、Debian Buster の De a m 6 4 j o n のフィードに接続して ダウンロードいたしますそして、これから、デビアの接続、デビアンからダウンロードしているアプリケーションを実行してみましょう。今回、B のエディターをダウンロードして、そのままご利用している証明いたします。 今ダウンロード中はい終わりましたはいその簡単で機能性とアプリケーションを追加することができると思います はい、トライソンコア G タイムはメモリーがなるべく少ないをご利,用する、えー、ご利用するからほとんど何も含まれていませんコンテナを実行していなく,いなくてデ,アコデビアンコマンドを実行してみたら失敗する,失敗すると思います今はコンテナのインスタンスを出てきまし出て,きて今はあのコリブリーの ルートファイルシステムにいます。そして、デビアンコマンドをこうしてみたら、はい、するはずだと思います。そして、コンテナーイメージはリードオンリーとなりますので、 コンテナを閉じたら変更がなくなくりますアプリケーション開発ですがユーザーが自分のコンテナーイメージを開発して実行したらどこかにインスタンスとしてコンテナが作られます次にはいもっと実際なアプリケーションの あご紹介させていただきます。はい、次に、弊社のパブリックレポジトリのイメージを基づいているアプリケーションを実行してみましょう。今回は、コンテナーが並列に Python アプリケーションで i2C、i2C センサーを読み込んで InfraxDB を読み込んで、 と呼んでいるコンテナの間にのデータベース接続で Python の Web サーバーを接続いたします。ロカルグラフィカルユーザーインターフェースには Wayland をご利用しますが Web サーバーをご利用しているから Kiosk というモード c h r o m i のアプリケーションも実行いたします。合計で 5つのコンテナのコンテナをご利用いたします。一部はローカルでビルドいたしますが、他のシステムに直接ダウンロードしてそのままをご利用いたします。別,別々のコンテナを設定しても同時に起動したい場合に、どこかはどこコンポースのアプローチをご提供しております。どこかコンポースをご利用すれば、 ネットワークステージや環境ファイルやその他のオプションなどを設定することができます。詳しく,、えー、詳しくない申し訳ございませんが、今後のウェビナーでどかの詳細とコンテナの作り方をさらにご説明させていただく予定がございます。実際にこの例は少し調整いたしました。今回はラズベリーパイ のセンスハットとセー,ブセーブハットというモジュールをご利用して開業いたします。要するに i s i d c を介して接続されたサーバー,サー,バーを管理してあの接続して Python アプリケーションがあってセンスハットモジュールの RGB.matrix トトも制御して温度センサーも読み込みます。 センサー体はインフラックス DB を介してウェブサーバーに昇進いたします。データの表示のためウェイランドと Chromium を起動してデータを表示します。そしてこのデータはウェブ製サーバーをご利用しているからスマートフォンでデータも表示されております。じゃあ、シリアルコンソールに戻りましょう。 今回はソースと、あの、そうすると、えー、DockerHub のリファランスが、の d o c k e r c o m p o s ファイルがありますので、d o c k e r c o m p o s のコマンドを実行してみましょう。今回は、Docker サーバーではなく、ボードにいくつかのソースがございます。d o あ なですそしてウェブカムもご支配いたしますはい、はい、そうです今はダウンロード中なんですけどもうそろそろ どこかをご利用してボードを直接コンパイルすることも可能ですそして今はスマートフォンでも表示されています基本的に I2C のセンサーのサーバーと RGB のマトリックスと ローカルディスプレイとリモートディスプレイも接続することができます。そして、こちらにあの明確にすべてのご利用しているコンテナが現れます。 ご覧いただけると思いますが、コンテナでもハードウェアとソフトウェアは管理して、トライザンは強力なソリューションだと思います。今後のウェビナーで、さらにコンテナのどうかの使い方もご説明させていただきたいと思います。はい、それでは実技、実技応答を始めましょう。はい。えっと、すみません。はい 質問を読みますはいトラデックスジャパンのオフィスはどこにありますかえー、っと現在はあの代理店経由で、えー、営業サポートと,、えーっとね、販売しておりますトラデックスジャパンとしては今オフィスがなくなりましたけどあの僕はえー、っと僕はあの日本に、えー、いますいますので えなるべく良いサポートをご提供しております。だけど、販売とサポートのため、あの代理店にご協力お願いいたします。はい。日本では売っている、売っていますかはい、そうですい先ほど言った通りにあの、日本の販売のため、えー、っと、四社、4、え、社、ー、の、えー、代理店の 販売しておりますプライベートリポジトリをご利用できますかはい、えー、問題ないです。あのー、お客様、ユーザーは、お客様には、自分の、えー、ロッカーハーブを使いたくない場合,場合はあのー、モジュールの中で、そのままを えー、ご利用あのそのままご利用してビルドすることもできますそしてどかどかのロカルジティ、えー、レジストリもご利用いただけます、えー、従来のジョクトで開発を続けることは可能ですかあはいもちろんですあのー、あのこのこの場合この えー、例えばね、あのー、先ほどの2番目のエクサンプルの例であの、ラズベリーパイのドライバーが含まれていなかったので、あの自分のジョクトで、えー、あのドライバーを追加いたしました。だけど、あのアプリケーション、普通のアプリケーションの開発のため、ジョクトは使わないはずだと思います。使って,使い使っておりません。大きいサーバーは、 おオンプレでしょ,オンプレでしょ、えー、それともトラデックスはすみません。オンプレでしょうかそれともトラデックスは運,運,命運命するサーバーでしょうかどちらでもトラデックスはとりあえず、あのー、自分のトラデックス OTA サーバーがありますが、 あのまあ、開発中なんですけどあの目的は、目標は、各のお客様は自分のサーバーをご適用していると思います。そしたら、あの各のお客様、各のユーザーは、えー、自分のクラウドと自分のサーバーを管理していただけると思います。はい、えっと、他の質問がなさそうですね。はい じゃあ、あと30秒お待ちしましょう。他の質問がなければ。はい。あ、OTA のリリース予定はいつごろでしょうか。今は、えっ、ー、とね、OTA サービスはベッタ版がありますが、もう,もうすぐにご利,、えー、ご利用いただけます。 だけど、そろそろ条件とそうですね、OTA サービスの条件を確定しておりますので、確保しておりますので、自分の条件がありましたら、声をかけてください。もう協力して、現在のバージョンのご提供して、やってみていただければ助かります。 だけど、OTA の公式がリリースは、えー、来年の、えー、4月、4月から6月までそれはあの予定だと思います、はい。はい。他の質問がないでしょうかそれでは、あ 4K ディスプレイを。はい ジョ 4K ディスプレイを表示可能なサポートがありますかはい。そうですね。えー、IMX8 は強力なモジュールだから、アパリサ IMX8 の, IM の,あの4種類が、四種がありますので、アパリサ IMX8、Quad+, をやってあのご利用してみれば、4K ができると思います。はい、だけど あの技術的に問題ないと思います。はい、LBDS と HDMI の接続でも 4K は可能です、はい。はい。他の質問がないでしょうかもちろん、あの個別的にあの質問がありましたらあのメールでもご対応しましょう。それでは、えー、っと、あの、 ごご参加いいたただき誠にありがとうございましたあのこのウェビナーは1週間後の後で公式リリースさ,れていただくさせていただく予定があります。さらにお問い合わせがございましたらお気軽にご連絡してください。今後ともよろしくお願いいたします説明いたします。